相模原営業所神奈川中央交通東、相模原営業所は神奈川県相模原市南区か三3038に所在する神奈川中央交通東の営業所。別所は浅溝車庫。相模原市内を中心に管轄し、東京都町田市内へ乗り入れる路線もある。営業所の略号は神奈川中央交通相模原営業所時代から引き続き、 差を使用している。町田バスセンターと相模原市南区のグリーンハイツを結ぶ短距離の循環路線で原則として中型車で運行される。町06は循環運行なのに対して町08は循環途中が奇襲点となっており、その区別のために系統番号が分かれている。路線解説時はグリーンハイツ内の周回道路に入らず、グリーンハイツ入り口から 宇野森を経由して、リリエンハイムへ至る循環路線で、町08が町田駅からリリエンハイム止まり、宇野森1丁目から町田駅行きの運行だった。全区間均一運賃で、2013年10月27日までは、前乗り前払い方式を採用していた。なお、東京都シルバーパスは、町田バスセンター、宇野森団地入り口間で使用が可能である。以前は、 上記のグリーンハイツ循環と同様の経路で運行していたが、県道52号、宇野森交差点付近と国道16号の渋滞による遅延を回避するため、2003年12月に古淵駅経由へ経路変更が実施された。2016年7月19日から平日朝夕の全便が古淵駅発着のこれ急へ振り返られた。東京都シルバーパスは、 町田バスセンター境川団地入り口、宇の森団地入り口間で使用が可能である。横浜線の北側を総用に、淵延駅と古淵駅を結ぶ路線で、途中のニュー相模団地停留所は、都県境に接しており、すぐ対岸の都立町田総合高校に持ち帰。過去は、古淵停留所が終点だったが、古淵駅、バスロータリー完成によって、乗り入れを開始した。 なお、古口駅ロータリーは、南側から北側への一方通行であり、進入のためラケット型に交差点を三回続けて、右折する必要があるために時間を要するため、駅の北側路上に、古口駅北停留所が存在する。ニュー、相模団地の折り返し経路ル及び、流造寺入口から古口駅間は共愛区間であり、特に後者は、軽自動車との利号すら困難な状態がたびたび、 生じるほど狭く、使用車両を中型車と小型車に限定している。2021年3月13日より、橋本営業所から移管された。相模大野駅から大沼、北里大学方面へ向かう、主力路線で、第15は2017年3月16日から2021年3月12日まで、橋本営業所との共同運行だった。 O25.5368 はいずれも相模原駅まで運行する I25 の区間便である。朝区時代までの相模大野駅発の便はグリーンホール前停留所を通過する。北里大学東病院が閉院となったため、北里東病院停留所は2020年3月29日に浅溝大入り口へ改称された。O53 が主力で平日は 毎時2本程度、土曜は毎時1本程度確保されているが、休日の北里大学方面は午後以降は3本しか運転されない。相模用の駅方面の休日は2時間間隔の開くところもあるが、朝から夕刻まで運転される。休日は、大五5 3が少ない分は、相模原駅行きの I25 が多く運行されるので、全体の利便性は大きく変わらない。大十五が、 約60分から80分間隔で終日運行。二2 5は、光が丘一丁目行きは平日は夜間一本、土曜は夜間2本、相模大の駅業は平日、土曜の早朝、各2本の運行で、いずれも休日運休。六6 8は、浅溝社湖行きは、各美友国以降に、相模大の駅業は平日と休日の早朝のみ、運行。相模大の駅と、 北里大学病院、北里大学及び女子美術大学相模原キャンパスを浅水大地区などの住宅街を経由して結ぶ。途中の上原団地、三幸大団地双葉入り口間は共和区間となるが、いずれも大型車での運行である。中心は大5 9 6 0である。大5 9は平日、土曜は毎時2本程度、休日は毎時1から2本。 大6 0は各とも、毎時3本程度が運行されている。平日朝は、区間便の第54が加わる。大5 5は平日、土曜に、浅水車庫方向のみ運行される深夜バスで、第59と同一経路で、北里大学へ向かい、2つ先の浅水車庫まで向かう。このほか、2015年12月に、第58が新設され、平日夜間のみ2本運行。 かつては深夜バスも運行されていた。O60 は当初は相模大野駅から徒歩3分ほどのところにあるグリーンホール前発着だったが、1999年11月21日の浅水奏車所解説時に相模大野駅への乗り入れを開始した。ただし、平日土曜の始発便から9時59分までの女子美術大学方向は、 グリーンホール前始発で運行される。また、相模大野駅方向は、降車客がいる場合に限って、グリーンホール前を経由するが、第54.55、58.59は、往復ともにグリーンホール前を経由しない。2019年4月1日のダイヤ改正では、O60 の一部便を振り替えて、直行便の第61を新設した。通常同期は、 グリーンホール前から運行されるが、入試野菜児等で、臨時直行便を運行する場合は、相模大野駅北口から運行される。相模大野駅南口を発着する唯一の路線。全区間180円の均一運賃で、2013年10月27日までは、前払い方式を採用していた。原則として、中型車で運行される。二千十九年十一月五日に、 途中の若葉団地停留所を移設した関係で、中和電方面の経路が変更された。ほぼ終日40分間隔で運行。小4.14はどちらも相模原駅まで運行する I21 と同一経路である。それ以外は、大和営業所担当だった町90の一部区間で、この系統も1999年の浅水総社所、開設時に大和営業所から移管された。 小令4は、I21 と合わせてると、各人とも25分から35分の間隔で、運行されている。小14は出入小便で、浅水車庫行きは、平日20時以降、土曜21時以降の運行。浅水車庫発は、平日6時台までの運行。小令6は、小田急小田原線の一駅区間に並行する路線で、平日は30分間隔、途休日は、 おおむね35分間隔での運行章11は、国立相模原病院から愛部台グリーンパークを目指す路線で、角人も毎時一本の運行。横浜線小淵駅と北里大学病院、女子美術大学を結ぶ。古淵駅から大学病院へのアクセスを担うが、主な役割は古淵駅、その周辺の商業地区と大野台の住宅地の輸送である。 これ A1 は国道16号を進んだ後、ゴルフ場前まで進んでからそのゴルフ場沿い南かし、北里大学へ、毎時1本程度の運行。これ A4 は平日、土曜は毎時1から2本の運行だが、古淵駅発では90分間隔が開く、時間帯がある。日曜日は終日60分間隔。これ A5 は総合体育館のみ停車する急行便で、 古淵駅発平日と土曜日の朝3本のみ運行。愛武大団地北付近を走行する、I27 相模原駅と、北里大学病院を、県道507号の経路で結ぶ、基幹系統である。北里大学泊まりの I29 はそれほど多くなく、そこから小田急小田原線の相模大野駅、小田急相模原駅、愛武大前駅の3方向に分かれていく。相模原駅、 北里大学間の共通区間は、各系統を合わせて、毎時4から6本が運行されている。最も本数が多いのが I25 で、平日は30から40分間隔、と休日は20から30分間隔で運行されている。I21 は平日は1時間強に1本、と休日は2時間強に1本程度。は、I 舞台団地周辺の道路が開通したことで、 愛武大前駅まで延伸した経緯を持つ I27 は平日と休日とも一時間境に1本程度の運行。出入小便の I28 は朝溝車小行は各日20時以降の運行であり、平日は深夜バスも1本運行されている。相模原駅業は基本的に6時台までの運行。愛武大前駅と相模原市南部の住宅団地を結ぶ。 1999年11月21日の浅見土壌車所開設時に厚木営業所から移管された。第01は愛舞台団地循環と呼ばれ、方向幕表記もそのようになっている。上気章27が通る愛舞台団地停留所は経由せず、同停留所を取り囲むように団地内を巡回している。毎時2本程度の運行で、 確実最終便のみ保育園前泊まりとなっている。第0には、愛部台グリーンパーク団地を結ぶ1 6トルの短距離路線。日中は24分間隔、ラッシュ時は20分間隔で運行される。上気小11より本数が多い。相模線を挟むように運行される路線で、第14は1999年11月21日の、 浅水増送車所開設時に I16 を短縮する形で新設第06は厚木営業所から移管された。相模線が横を通るが駅のない磯部地区を結ぶ第06は日中は40分間隔、ラッシュ時は10から15分間隔で運行される時間もある。第14は日中毎時1本、ラッシュ時毎時2本程度の運行。北里大学病院。 北里大学停留所から、先の相模原駅まで運行する、I27 の区間便である。I27 と合わせ、毎時2本程度の運行となっている。のつで公園停留所 FC 町田ゼルビアの主催試合や、各イベント開催時に、鶴川駅から、のつで公園へのアクセス路線として、臨時運行される。運賃は、通常の宅間制運賃で、 途中停留所は停車しない。もともとは町田営業所と多摩営業所の共同運行だったが、2016年から相模原営業所も加わった。大学入試や相模原基本スタジアムでの大規模祭事の際に運行される臨時直行便で、運賃は通常の宅管制運賃が適用され、途中停留所は停車しない。大学入試の際に運行される臨時直行便で、 運賃は、通常の宅間制運賃が適用され、途中停留所は停車しない。成田空港線空港方面はどちらも予約制で、乗車前日までに予約が必要である。当日空席がある場合でも、町田地区で乗車する予約客がいるなどの理由で、乗車できない可能性があるほか、乗車時には予約名簿による確認が行われる。成田空港線の橋本駅乗り入れは1日2便。 のみで、走行時間は2時間以上のために、全車トイレ付きの車両が使用される。2017年7月1日より、東急電園都市線南町田駅への乗り入れが開始された。現在、新型コロナウイルス感染症の影響で、成田線は全便、羽田線は一部便で運休している。アクアラインバスとして使用される高速バス2012年12月13日に、 運行開始された都市間高速バスでアクアラインバスと呼称される。空港リムジンバス以外で神奈川中央交通が初めて竹県へ運行する中高高速バス路線となった。往復ともに乗車前日までに予約が必要だが空港リムジンバスとは異なり当日空席がある場合のみ乗車も可能である。2017年7月1日に南町田駅へ 乗り入れが開始されたほか、同年12月16日には、木更津駅西口への乗り入れが開始した。2020年3月29日に運行を開始した、静岡県御殿場市のアウトレットモール及び隣接する、ホテル、日帰り温泉施設への路線。往復ともに乗車前日までに予約が必要である。相模原営業所の管轄下だった頃に廃止された、旧。 海の幻想車所の廃止路線についても記述する。なお、相模原営業所は営業区域が広大で過去に大きな再編も実施されている。また、停留所名称については廃止当時の名称のままとする。因は廃止当時に相模神楽港バスへ管理委託されていた路線。浅水車庫、会の原車庫ともに大型車は大半が三菱不創製の車両で、 少数派だが、イスズ自動車製の車両も在籍していた。現在は、イスズエルガミオワンステップバスの配置が増えており、三菱、イスズ両方の経年中型車の代替が進められている。かつては、日産ディーゼル製車両も配置されていたが、経年で廃車された。1990年頃までは、全長11メートルほどの長弱車も配置されていたが、現在は、 標準借車を中心に、中型車も配置されている。特に中型車に関しては、浅溝貝の原を合わせると77台にも及び、所属台数の半数以上を占めている。また、浅溝み車所には、神奈川中央交通全体で見ても唯一となる、三菱不奏、エアロのステップミデが配置されていたが、2016年6月に廃車され、 イスズエルガミオノンステップバスに代替された。女子美術大学送迎用として、専用カラーの車両が3台在籍している。番号は、サ35からサ37で、白色ベースで、番号順に赤、緑、青のカラーリングを施している。空港専用の車両は三菱不走車で、統一されている。成田空港専用の車両は直結クーラー装備のリムジン仕様。なお、 空港線の車両は、平塚、相模原で、予備車を共通化している。成田空港線専用のリムジン使用者は、相模原所属者が予備車となるため、平塚の専用車が検査の際には、相模原の車両が平塚に貸し出される。逆に、羽田空港線については、平塚所属の車両が予備車となり、相模原の専用車が検査の際には、 平塚の車両が相模原に貸し出される。タナバスターミナル共用開始に伴うダイヤ編成について2014年4月1日、神奈川中央交通県道、指導整備事業の紹介相模原市神奈川、中央交通相模原営業所協の幻想車所株式会社藤田勘奈、中グループバス会社の会社名、 営業署名の変更について2016年12月26日、神奈川中央交通 ABC 管な、中グループバス会社の会社名、営業署名の変更について2016年12月26日、神奈川中央交通管な中グループバス会社の会社名、営業署名の変更について2017年12月12日、神奈川中央交通 ABC 管な、 中グループバス会社の会社名、営業署名の変更について2017年12月12日、神奈川中央交通町0級小田急、相模原駅から古淵駅、町田バスセンター系統のダイヤ改正について2016年6月23日、神奈川中央交通、北里あずま病院の名称変更について、神奈川中央交通、 2020年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月29日閲覧 AB7 月1日より南町田駅と空港を結ぶ路線など新たなバスアクセスが誕生します神奈川中央交通2020年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月29日閲覧相模大野町田から 三井アウトレットパーク木更津への直行バスの運行を開始します。神奈川中央交通。2020年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月29日閲覧。12月16日より、三井アウトレットパーク木更津線を新たに、木更津駅へ乗り入れ運行を開始します。神奈川中央交通。 2020年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月29日閲覧相模大野町田から御殿場プレミアムアウトレットホテルクラット木の花の湯への直行バスの運行を3月29日より開始します神奈川中央交通2020年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ 2020年4月29日閲覧。物件名グッドプレイス平成28年6月全館、リニューアルオープン、神奈川中央交通不動産部賃貸化、アイワールド前停留所の名称変更について2015年1月26日、神奈川中央交通。ありがとうございます。